What's going on, my dog? デューです。いきなりですが、僕は生っ粋の方向地なのですが、留学初日に僕は空港から寮までの道を、普通に行けば1時間で着くところを、なんと6時間もかかったんですよ。ってことで、今回は思い出したこともない恐怖の留学初日について紹介しようと思います。留学初日の午前10時、僕はこれから始まる輝きしい留学生活への希望を胸に抱きながら、メルボルン空港へ到着しました。しかし飛行機を降りてウキウキしてたのも束の間、早速僕のスーツケースが紛失していました。これはどこを探してもスーツケースがなくて、慌てふためいてた時に撮った謎の映像です。その後空港の職員さんに鬼の協力をしてもらい、1時間かけてスーツケースを捜索。結局受付の裏のなんかよくわかんないところにぶん投げられてました。そんなこんなでスーツケースも手に入れ、寮に向けて出発するぞと思った僕でしたが、当時オーストラリアの地理が点でわからないかつ生粋の方向地だった僕は、Twitter 上で知り合ったオーストラリア歴5年のベテラン、チーヤさんという人に DM で助けを求めました。すると彼は親切にも空港から寮までの行き方を詳しく調べてくれて、僕に送ってくれたんです。そしてさらに、空港で SIM カードを買うと高いから今度一緒に買いに行こう、シティにはフリー Wi-Fi があるし大丈夫だよと、現地人しか知らないような情報までくれて、もう至れり尽くせり。こうして僕はチーヤさんのメッセージを頼りに、ウキウキしながら空港を後にしました。今思い返せば、ここで SIM カードを契約しなかったことが地獄の始まりだったのかもしれません。空港後にした僕は、スカイバスという空港とシティをつなぐ2階建てのバスに乗ってシティへ直行。そして無事に到着し、チーヤさんのメッセージを頼りにシティのトラムに乗りました。トラムとは路面電車のことで、メルボルンで最も利用されている交通機関の一つです。さらにシティ内は無料で行き来できるという最強のサービス。僕はその無料トラムに感動しながら、俺、オーストラリア、ノウ。とか思って海外にいる自分にしっかり泥酔してました。しかし、なんかいつまで経っても目的に着かないんですよね。で、これは後で知ったんですが、僕の寮があるフンツクレーという地域は、シティからは少し離れていて、シティのトラムではたどり着けないんですよ。当時それを知らなかった僕は、結局シティのトラムを山手線みたいに3時間乗り回してたんですよね。なんか全然つかねえなこれと悟った僕は、すぐに近くのフリー Wi-Fi を捕まえて、Google マップを開きました。そしてそこで初めて、フツクレに行くには電車に乗らなきゃダメなんだということを知ったんです。そして急遽進路変更、大阪駅みたいな屋根があるサザンクロス駅に向かいました。そこで僕は、道に迷った時用に準備していた最強フレーズ、 How can I get to? を盛大に駆使して駅員さんに質問攻め、そしてなんとかフツクレ駅の電車が来るホームに着きました。しかしメルボルンの電車は割とドアが手動のものが多く、自分でドアをこじ開ける必要があるのですが、当時それを知らなかった僕はホームで2本ほど電車を逃しました。そのシステムを学び、やっとのことで電車に飛び乗った僕は、無事、フンツクレに到着。そして駅を出ると、チーヤさんのメッセージに書いてあった82番のトラムが。そのトラムにすかさず飛び乗った僕は、次は絶対乗り過ごさんぞと、僕が降りる停留所の名前をブツブツつぶやきながら、ドアの前で構えていました。で、これも後で知ったんですけど、フンツクレにあるトラムは、車内アナウンスも電光掲示板もないので、自分が降りる場所の直前で絶妙なタイミングでボタンを押す必要があるのですが、当時それを知らなかった僕は、停留所の名前をブツブツつぶやきながら、気づいたら終点に着いてたんですよね。そして運転手さんに、降りろと言われたので降りたら、そこには茨城のつくばみたいな広大な土地が広がっていました。あ？これ絶対ここじゃねえなと悟った僕は、すぐに Google マップを開いたのですが、なんとこれが県外、僕が着いた場所がどいなかすぎてフリー Wi-Fi がどんなかったんです。ゆとり世代で育った僕はスマホが使えず、もう絶対絶命。途方に暮れた僕に最後に残されていたのは、あの最強フレーズ、 How can I get to? でした。そしてシネマログリーで街の人に How can I get to? を使って聞きまくっていたのですが、通じたはいいものの、彼らの返答が爆速の英語すぎて2割くらいしか聞き取れず、もう絶望。さらに How can I get to? How can I get to? と連呼しまくっているうちに、なんかだんだんそれがゲシュタルト崩壊してきて、なんか遥かなる月に聞こえた時には、さすがに心身の危険を感じました。それでもなんとか寮への行き方を見つけ、教えてもらったトラムに乗り、やっとのことで目的の停留所で下車しました。時計を見ると、空港を出発してからすでに6時間が経過していました。でももう少しで着けるんだと、僕は30キロのスーツケースを引きながら最後の力を振り絞って歩き、そしてついに寮に到着。ああ、これで休めると安堵したのも束の間、受付が閉まっていました。いかがでしたでしょうか。まあこの話は留学初日に起こった話なので、まだ氷山の一角に過ぎません。留学初日に限らず、留学1週間目はマジで恐怖だったので、概要欄からそちらも合わせて見てみてください。この経験を踏まえて一つ言えることがあるとすれば、チーヤさん、ごめん。